ドラゴン、家を買う。は、原作、タガンガオ、作画、綾翔子による日本の漫画、月刊コミックガーデンにおいて、2017年1月号から連載されている。臆病であるがために、ドラゴンの一族から感動されてしまったレティ。性格に違わず、力量的にも貧弱な自身が生き残るには、安心で安全な家を手に入れるしかないと考えた。 いろいろな場所を訪ねるもなかなか見つからない中、エルフの建築士ディアリアと出会い、彼と共に夢のマイホームの購入を求め、様々な種族の人々に出会い、時に騒動に巻き込まれながら内見の旅をする。基本的には中世ヨーロッパをベースにした異世界であるが、経済と法できちんと統制された現代社会とさほど変わりがない。 その反面本来ファンタジーで英雄となるはずの勇者たちは法を破ってモンスターに対して殺戮を行うため悪者と立ち位置が変わっている。ただし、一種族でもドラゴンや諸々のモンスターや魔物に対しては偏見が残っており襲われるリスクは未だに残ってはいる。種族に関係なく確定申告や税金等、現代にも通じる経済問題も抱えている。声の項は テレビアニメ版の声優。2021年4月から6月まで東京 MX 他にて放送された。ナレーションは森本レオが担当する。ありがとうございます。